おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、僕ね、あの家撮りの動画で家系ラーメンって食べてなかったと思うんですよね。でね、そう思ってしまったらもう食べたくて食べたくて仕方なくて、今回はね買っちゃいました。はい、本日購入したのはですね、麺屋ポキョさんというお店からラーメンをね購入いたしまして、まあ、ちょっとねチャーシューとかを作ったり家系らしいトッピングをしながらご飯と一緒に食べていきたいと思います。まずはねチャーシュー作りからなんですが、こちらのバラ肉と肩ロース用意しましたんで、今回は塩コショウのみでねシンプルにローストしていきます。はい、とよし、まずはお塩、シンプルに塩のみでいっか。今日はオーブン、はい、よっ、いってらっしゃいませ。とりあえず30分ぐらいいただきましょうか。ではその間にトッピングの準備を。今日はほうれん草とネギのみだけですね。で続いてこのほうれん草をさっと茹でちゃいます。よいしょ、こんなもんかな。よし、水で締めて、ほうれん草のトッピングもこんな感じで完成でございます。そしたらもうそろそろねお肉が焼き上がるので、先にこちらのスープを湯煎していきます。よいしょ、これをじっくり温めていきましょう。ただお店からの作り方としては一袋をねレンジで温めた方がいいみたいなんですけど、ちょっと今回量が多いので湯煎対応をしております。いや、お肉さんを、あ、よし、お肉さんを、はい、お肉はこんな感じ、はい、入った。お肉さんはだいぶいい感じではあるんですけど、火通ってるかね。よし、お、バラの方はいい感じですね。これうまそう。今ね、バラ肉はよいしょ、こんな感じの見た目に仕上がっております。よし、ロース分厚いからな、これ火入ってるかな。うわ、いいね、うわ、あれいいね、絶対うまいよ、うまそう。熱い、あ、熱い、こんな感じ、つまみ、うまっ、うまい。ではトッピングすべて準備できましたんで、麺を茹でていこうと思います。今回の麺はねこんな感じでございます。茹で時間がね固めだと2分、で普通だと3分から4分ぐらいってことなんで、今日もね短めの2分で茹で上げていきます。よっ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 と、やっぱ家系いいっすね、うまそうだな、絶対これうまいもん。はい、OK でございます。よいしょ、はいはいはい、いいね、固め。よいしょ。本来はね、スープを先に入れるんですけど、ちょっとね、溢れちゃったりする可能性があるので、先にね、麺を入れて、よいしょ。で、この上にスープを投入していくんですが、スープはね、こんな感じでございます。うわぁ、家系のいい匂いがするよ。うまそう。これはさ、うまそうすぎるんだけど。うわ、早く食いて。ここにこれほうれん草をドバッと入れちゃって、チャーシューをこれ周りに、うわ絶対うまい、これネギを。で最後にね海苔を乗っけたいんですけど、これねしなしなになっちゃうんで、ちょっと向こう行ってから乗せていきます。はい、ということでね、今完成してこちらの部屋に移ってきました。もうね、香りがやばい、絶対美味しい。早速伸びる前に食べていきます。いただきます。ちょっとね、乗せたはいいんですけど麺がね、食べれないんで一旦海苔を動かせていただきます。スープから。うまい
ね、家系はやっぱり。このね、濃厚な豚の骨感、その豚骨感と、この醤油のゴリッとした、もうスタミナ系のこの味、うまいよね。ちょっとこの麺も。中華麺とかの独特のその卵感とか乾水の香りがね、またね、めちゃめちゃ合うし、やっぱ家系ってそのすすりやすいように普通の多分麺とかと比べても結構ね、こうやって短めに調節されてるので、ライスに合わせやすかったりとか、本当に家系って独自のね、この進化というか姿をしたね、ラーメンなので、家系は家系で他のラーメンじゃね、絶対に味わえない美味しさがあるんで、なんか無性に食べたくなるんですよね。この自家製のバラ肉も、うん、塩気がね効いてて家系にめっちゃ合うよ。攻撃力がグッと上がる。うん、ちょっとご飯あー、やっぱ合うな、家系には合うよ。じゃ、このほうれん草を浸して、見えるかな、こんな感じ。うまそう。よいしょ。このロースも、うん、大成功ですね。うめえな。そしたらこの海苔をね、スープにこう浸して、ちょっとほうれん草も絡めちゃったりしちゃって、うわ、うめっ。最高にうまい。うん。なんでこんなこう家系とご飯って合うんだろう。なんでこんなうまいんだろうな。ちょっとね、そろそろニンニクの方を入れて、ちょっとパワーを上げていきます。よいしょ。あー、うまそうな匂い。
家系っていいっすね。もうね、我慢できないので、いつものこの子。うまいな。ちなみに皆さん、家系って結構食べたくなる時とかってあります？どうしても僕なんか夏に食べたくなることが多いんですよね。やっぱりね、ラーメンの中でも結構ね、塩分が高めなジャンルなので、汗をかく季節とかになんか無性にね食べたくなるんですよ。だからこれからの季節ね、最高にいいねこれ。めちゃめちゃうまいよ。またこれ海苔をちょっとスープに浸して、ほうれん草とで、ちょっとニンニクを加えて、全部揃った一口、絶対うまい。うまい。麺はね、これで今ほぼほぼ食べ終わったので、ちょっと残ったご飯とね、具材を合わせようかと。しゃー、できた。残ったトッピングをね、全部合わせた特製丼でございます。どうしてもね、やっぱりネギとかほうれん草とか散りやすいね食材が多いので、最後こうやって丼にかけると無駄なく食べれていいですね。あ、さすがにね、ご飯炊きすぎた。お腹いっぱい。はい、最後の一口でございます。ごちそうさまでした。はい、ってことでね、今ぼきょうさんの家系ラーメン全て完食いたしました。いやね、たまにこの無性に食べたくなるこの家系欲、もう完全に満たされました。だいぶね、めちゃめちゃ濃い豚骨の風味が効いたスープに、塩分高めなね、この醤油が効いた、まろやかなんですけど、パワーの強いね、このラーメン、めちゃめちゃ美味しかったです。こちらのメニューはね、ぼきょうさんのツイッターの方から予約ができますので、ぜひね、気になった方は食べてみてください。めちゃめちゃうまいのは間違いないです。はい、ってことで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。